席で先制となる犠牲フライを放っています。あーいいねいいね、早すぎて、もう打球が早すぎて、札幌ドームであのホームラン打ってんのは本当ブランコぐらいよ。ブランコとタイロンツーラ見たことないわ。あのあいつらが札幌ドームで打ったかちょっと知らんけど、タイロンツーラの打球これよな。やっぱリアルでもやっぱ魅力的なホームラン打つけど、やっぱこれよ。山口に期待したいのは、もう早すぎて危ねえもん普通に。初めて今日一軍に上げたけど、というかなんなら2年間やってきたけど使ったことあるかな。中継ぎでスロースターターってやる気ないだろう普通。中継ぎだと思ってないのか、どっちかにしろ。待て、でも待て、中継ぎのスロースターターって一人落とされば終わるんだな。てかそんな裏設定あったんだ。立ち上がりはある、一人を抑えれば消えるんだな。なんだこの都合のいい能力は。先発は多分3イニングぐらい投げないと多分消えないと思うけどな。いいね、押し出しでもいいよね別に。得点なんか点が入ればいいんだから恥ずかしくないよ別に。打って点が入らないな、点が入ってないじゃんって、打ってなんぼでしょっていうのがまだまだ若い。それを言ってるうちはまだまだ若い。ある程度やっぱ年取れば押し出しのね良さが分かってくるから、やっぱり押し出しの良さ、やっぱ相手につけ込む、あれもらえるものはありがたくもらう、その嬉しさが分かる日が来る。打つ方がかっこいいなんて思わない。打てなくても勝てる手段が唯一ここにある。ちょっと福ちゃん行こう。福ちゃん、中日ドラゴンズの福ちゃんですよ。これが素晴らしい。ただここ最近ちょっと微妙だからな、ちょっとな頑張ってもらわないと。いい構え、びっくりした今、なんちゅう構えだって。これはショート藤岡掴んで、いいそういう見せるな。それやったら怒られるな、小学校とかだったら。生きるな、普通にさばくことが一番かっこいいんだから。踏ん張って投げるな、あんな正面のゴロ。生きるなよマジ雄大。阪神タイガースさんありがとうございます。まあでもこれでいよいよ最後かな、トレードも。多分もう正直ね、トレードできる選手がいなくなっちゃったんだよな。まあ、てなところで、広島東洋カープからもらった選手をトレード出すっていうね、とんでもない所業に知ってたんだけど。で、湯浅を取った理由は、まず一つは、なんだっけ、なんだっけって失礼だな、岩崎か。岩崎が楽天に、まあ、壊されてしまったこと。で、急遽やっぱちょっともちゃんと使える中継ぎが欲しくなったっていうのが一つ目と、二つ目は、なんかこのリアルの世界で阪神ファンが、湯浅いいねって言ってるの見て、ちょっと羨ましくなっちゃった。俺も湯浅はいいなって言いたくなっちゃった。宮城くんはなぜか中継ぎ起用されていると。はいはい。で、抑えは平。見えますね、増田直也、日本ハムが。さあ、見せてこい。お前たちの勇姿をちゃんと。フィールズオースティン使うのてめえ、おい出すわけねえだろお前、ふざけるな。出すかうちのオースティンを。山川出とけ、出させるわけがねえ、当たり前だろ、うるせえ。ツイッターで采配どうこう言われてもいいよ別に。今年なんか高津監督のリリーフがあってぐちぐち言われてたけど、言われてもいいよ。オースティンは状態が良くないんだから。いいよ。出すわけがねえ。ハルキも出さんぞ。平等に行くからな。いい。セリーグメンバーいい。素晴らしい。おいおい。いろいろ突っ込みどころあるな。
どう抑え込んでいくのか。カープはともかくだけど背番号が重すぎるだろ。夢の対決73って楽しみな対戦となります。そんなことありえるんか。73ってコーチやんて普通に。ああ岡本、それ打たなきゃ。それ打ってなんぼよ。我が読売巨人軍の4番は第60何代なんだ。第60何代って歴史を重んじすぎだろ。そんな素晴らしい球団なのか。そうだよ、素晴らしいよ。素晴らしいけど、なんか60何代とか言い出すとちょっともう重すぎるって。きたー、めちゃくちゃ打ってるやん。25本ってまだ7月なのに。8月か、8月なのに。ここは閉鎖だ。いいなあ、なんか、そうですね、サトテルいいなあ。3サトテル、2岡本欲しいなあ。3サトテルいらないか。2サトテル、2岡本、5村上欲しいわ。これあれじゃない、由伸、由伸正隆がまさか。おい、やっぱオリックスなんだな。今の時代オリックスなんよな。オールスターゲーム第1戦はオールセントラル敗れてしまいました。そら勝てんわ。今日の解説は小宮山悟さん、西田下さんのお二人でした。4点中3打点正隆ってもう、この辺りで神宮球場、オールパシフィックなん。もうそれはオリックス出た方が勝つんじゃねえ。こんなん、ごめん、なんかごめん、足引っ張ってごめん。パリーグ5球団が足引っ張ってごめん。もういいよ、お前らでやりな、オールスターごめん。気使わせてごめん。はいはいはい。まずはあそこ札幌ドームだから日山出せばよかったか。プレーボールがかかりました。小宮山さん、オールスターを楽しむ上でどこに注目する。球持ちすぎじゃない。ロッキー球持ちすぎじゃない。びっくりしたもん俺、バグったかと思った今。そこかな。ではそのあたり注目して。時が止まったもん。ボールになるスプリットで空振りを取りたいです、ね。わあ、そうですか。いいバッターだ。さあこれで決まるのか。うわあ、うまいな。ここで軽く打てるっていうね。何してんだ今度。そしてセカンドランナー、お前本拠地だろ。本拠地のお前が跳ね返り分かってない。クッション処理できないのおかしいだろお前が。そうですね、こういう場面では。お前ができなかったら誰もできないだろう。来た、震えろオリックスのクリーンアップを。まあ足立もそういう日はあるわ、うん、まだ終わらんよオリックスの恐怖は。ああ、言ってやってください、マスタカさん。不甲斐ないっすわ。やっぱ足立杉本じゃダメっすわ。じゃあマスタカさん言ってやってくださいよ。これがパリーグだって。マスタカさん。でもそういう日もある。マスタカさんは攻められない。そういう日もある。あ、いいじゃない。足立さん。見せてやってくださいよ。さすがっすわ。やっぱ。バダチさんっすわ。行ってやってください、足立さん。いいね。ホームに送球。誰。ごめん。誰。いや、かわいそう。こんちゃん。つけるからやん、キャッチャーとか適正。できるけどさ、こんちゃん。いや、まあまあ、オールスターだからな。まあ、ありかもしんない。だ平の球受けれんの。こんちゃんの才能が溢れてるって。平の球受けれんだろう。余裕で取ってるやん、だって。まあ、ここコンちゃん、コンちゃん、かっこいいわもう。ちょっとガルビスが大好きの番号を背負ってんだけど。打たんだろう。
かリアルで2軍から帰ってきて頑張ってるけど、それとこれとは話が別だろ。俺たちの松坂大輔の背番号を背負うな、お前が。ふざけるなよ。松坂大輔という偉大な西武の投手の背番号をお前が背負うかね。もうやっぱ三振狙いに強いのが本当にもう冷え冷えやん、球場が冷え冷え。誰も無事実況の声が響き渡ってんな。冷え冷えやん。歓声オンにしてますよ、一応。あららららー、もう悪い時のセーブ出てんじゃん。悪い時の こうなー。ちょっとマジで打たれてるな、なんでだろう。余裕じゃないですか、もうピッチャーもね、余裕を持ってピッチングできると思いますよ。西さんめっちゃ早口やん。オタク特有のやつじゃん。オッケー、踏んでからでよくない、別に今の。見えてないな。そんな一塁時間なら踏んでからでいいじゃん。見えてなさすぎる。見えてるなぁ。もうホークス、ちょっと待て。おいファーストてめえ、今俺和田くんの背番号背負ってただろ、お前。ファーストてめえ、オリジナル選手だか知らんけど、和田剛の背番号背負うな、お前ごときが。ふざけるな、お前。今後ホークスに期待される左腕だけやぞ、21番つけていいのは。よくわからん、オリジナル選手がつけるな、和田くんの背番号。和田剛の。リュウセ。まあ今日マルチヒットしてるからね。もうこれ以上リュウセを攻めることはない。決してここで打てなくても、リュウセを攻めることはない。ただ、ここは勝負どころなんだ、リュウセ。前進守備しとけよ。まあそうか。まあまあ定位置か。そうか、定位置か。またかよ。ちょ、ごめん。ちょ、流星、ちょ、先に話しとくわ、流星に。あのね、やばないでくれ。頼むから。さっきさよならできなかったなって思ってる中、また俺に回ってくんのかよって多分思ってると思うけど、別に流星、お前悪くないからな。な。精神的にやむなよ、別に。逆にラッキーだと、お前、ラッキーだと。頑張れ。頭から何かの間違いでマートン、わあ、とんでもない打球だ。おー、ナイスセーフ。そのセーフ熱い。怪我じゃないんかい。絶対怪我すると思ったのに。それ怪我しないの、とんでもない打球だったけど。オースティン、ちょっと待って、同じピッチャーライナーでもこんな違う。嘘やん、オースティン。パワー E とパワー A なのに。まあ、芯を捉えた方が強い打球はいくんですけど、そんな違うかね。ちょこんとちょこんと。うわぁ、ちょこんとじゃねえ。おい、高部。ちょこんとでいいって言ったのに。超えてきちゃうんだもん。高部そんななーって、ホームラン打てるようなバッターじゃないしなって、外野の前に落とすぐらいの感覚でいいんだよって、ちょこんとでいいんだからねって、その期待を超えてくるんだもんな。いい選手だな。